じゃあ第2弾ということで、うん、どこ行きますかね、そしたらね。なんかこう狭いところは結構今ね動画でも撮れたんで、うん、狭いところがいいですね。まあ特に今回言いたいですけど、車が狭いところに行けるっていうところが、ね、そうですよね、うん。あとはそれを表してるなんか写真があると、ああ、確かにね。じゃあ友達ん家の前行こうかな。それもありですね。ちょっとこのまま路地を行って、はい、でその辺でまた上に上がっていくところがあるので、はい、そこも上がっていきましょう、はい。ちなみにこれムービー撮られてます？ムービー撮ってます。僕喋って大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。あ、あのまずいところはそこカットしますし、あ、あの問題なければこのまま使っちゃいますんで、はい、はい。走っていいエリアってどこまででしたっけ？なんかありましたっけ、地図？ありますよ、地図が。ちょっと地図よろしいですか？あ、はい、はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。すいません、この辺の地理が全く、あ、なるほど。ここはね、左に行かなきゃダメですね。じゃあここ左行きましょう。はい、すいません、後ろを。はい、すいません。かわいいでしょ。君たちなんか大人になることはみんな元気だよ。ああ、なるほど、こういうとこも。ここはなんか結構広い道に来て、かえってドキドキしますね。そうっすね、うん。この道路食堂してるな。ちょっと行ってみますか。す、一応あれな、エリアないのよ、ギリギリなんで。すごい。ちょっと加速。で、ライトをつけますね。はい。今ライトつけました。今ちょうど制限速度50キロ弱ですね。ここですもんね。近い。なんかドキドキするんでスピードは出せないみたいな。山手公園。じゃあここ左入ってみましょうかね。はい。はい、あんまりやっぱ幹線をスピード出して走るには、なんかまだまだ度胸が必要かなみたいな。なるほど。ですね。うん、じゃあそう考えたらバイクってよくできてますよね。シンプルで。ではどこ行っちゃうんだろう。桜道。お、なんか狭そうな道になってきて、いい感じですね。左右オーライ。シルバーゾーン。一応一方通行の道みたいですね。
坂道も結構スイスイ上がりますね。そうですね。わかんないですね。これ場所普段ほらあの iPhone でなんですか GPS とか地図見ながらやるんですけど、今あの録画してるのでいまいちわかんないですよね。まあまあ適当なとこ行って景色が良かった。あ、右に戻りますかね、それとも右に行くとあの港が見える丘公園のそばなんで、その辺でちょっと止まって写真とか撮りましょうか。あ、そうですね。その方がいいよ。車のそうですね、中から。港の見える丘公園いいんですよね。はい、